い、どうも皆さんこんにちは、ピオキングです。今日のマリオメーカー2は音楽コースのみでとても難しいに難しさを絞っていきたいと思うんですけど、そこで最近俺がハマってるアンダーテイルっていうゲームがあるのね。そのアンダーテイルの中でメガロバニアっていう曲がやっぱめちゃくちゃ好きなんだけど、このメガロバニアっていう曲名のコースがマリオメーカー2もめっちゃ多くて、そのメガロバニアのコースだけをねどんどんやっていきたいと思います。それじゃあね、まず人気ランキング順に探して一番上に出てきたメガロバニアザ・リアルバトル、これからやっていこうか。あ、もちろん以前やった動画でメガロバニアがあるコースはやらないけどね。メガロバニアザ・リアルバトル。おー、そうそう、この曲この曲、俺ね、なんかスマブラでも最近さ出て、そのスマブラの音楽がめっちゃかっこいいんだよね。なんか超今風って感じで、うわ、危ねえ危ねえ。この 2% ぐらいだったら意外と1回でクリアできるかもって思ってたけど、なかなか難しいな。よし、 OK、 よしで、あ、おー、ちょっと待って待って待って、あー、間に合うか、間に合うのか、うおー、え、あ、よかった、間に合った、よし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 、一発は難しいだろうな。よし、 OK、 で、このスネークブロックに乗る、 OK、 ジャンプ、そしてここ叩かなくてもいいけど、この曲めっちゃかっこよくない？ここ、よし、あー、くそー、ギリギリ間に合わんかったわ。まあでも大体わかったね。一回行ったらね、大体曲の、曲じゃねえやコースの感じがわかるから、よし、 OK、 ここここここ、俺もここ喋らないでもうずっと聞いていたいわ、マジでめっちゃかっけえんだけど。よし、で走る、で俺ね、これね原曲俺聞いたことないんだよね。でパウ、 OK、 入る、ゴールかな。あ、いや、もう一回あるのか。このコース長いで、いいね、ずっとメガロバニア聞いていられるわ。いやー、かっこいいよね。これ嫌いな人いるの？っていうぐらいかっこいいわ。多分ね、女性の人にはね、わからないと思うけど、よし、OK、 男の人はね、結構好きな人多いんじゃないかな、この曲。パウ、OK、 そしてジャンプで乗る、OK、 そして、あー、待って、届かねそこか。多分この画面っていうかな、このステージで最後と思う。だいたい3個以上出てきたことはないもんね。人気ランキング順で探して一番上に出てきたってことは、多分以前もしたことある人、まあ作った人なんだけど、じゃないかなって思うんだよね。よし、だいたいね、なんかこうスピランとかだったらなんとかダニーだったっけとかが多いんだけど、そういう人がね。よし、 OK、 だいたいね、なんか人気ランキング順でトップの人って、え、待って、ここどこ、上に上がればいいので、ここか。これね、サンズだったっけ、ドクロって、このサンズの顔になってるっていうのがめっちゃかっこいい。で、サンズっていうのがね、どういう人かまだ分かんないけど、今アンダーテイルでやってる最中なんだ。まだ動画もね1話しか出してないし、今ね、どこだったっけ、トールじゃねえや、トリエルか、トリエルの家に行ったところなんだよね。まだ初期の初期。次、これアンダーテイルメガロバニアハード、これ結構難しいよね。 1% 結構難しいよこれ。メガロバニアハードか、楽しいんだろうけど、あ、これ別にスピランって感じじゃないね。あ、死んだなんでこんなとこで死んだんだろう。なんか別にスピランかと思ったらスピランじゃないわ。よし、恐縮か、さっきも恐縮だったし、恐縮多いんかな。まあ音楽作るんだったら恐縮が普通なんかな、やっぱ。 OK、 よし、よし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 。まあ音楽作るってことは多分恐縮もしくはスピランじゃないとできんよね、確か。よし、 OK、で、ジャンプ、あぶねあぶね、あー、まーちょっと難しいぞ結構これ。スクロールが早いから難しい。てか、嘘、
え、なんかこれ中間ポイントないの？中間ポイントなかったら結構難しいよね。 1% の理由もうなずけるわ。先取りしよう、コースを。あんまり先取りしすぎてもこの針がね来るんだよ。俺まだ1回もねコース作ったことないから、ちょっとどうやって音楽を作ってるかよくわかんないんだけど、チラッと見たことはあるよね。まあクリアしたらなんか見れるよね、その人の作ったコースの前方っていうか、そういうの多分下にねなんかいると思うんだよね、モンスターかなんか。それを強制スクロール的になんかこう動かさせて音楽を作ってるっていう感じだと思うけど、よし OK。 ここ難しいよな。あーもうこの針判定厳しいな。針でメガロバニアってやっぱ人気だと思うんだよ。さっきも言ったけど、なんか俺みたいなこんな動画でもね、なんかメガロバニアのコースはなんか必然的に再生数が高くなってるみたいな感じだから、うおこれきつ。よし、あーちょよし、危ね。あーよかった。さっきも言ったけど再生数が高くなってるから、やっぱね人気でみんな検索してるのかなって思うんだよね。まあ何が言いたいのかっていうと、メガロバニア最高。よし、それじゃあ次は、え、これメガロバニアじゃねえくね、アルタネイトエンディング。これエンディングかな、このアンダーテールって。これもやってみたいけど、今回のね動画の趣旨から外れるからちょっと今度にしよう。よし、じゃあ次はこれ、アンダーテールサンズボスファイト。確かメガロバニアってサンズ戦っていうイメージだけど、確かそれでいいよね。サンズがドクロっていうのはね、俺もメガロバニアよく聞いてて分かったわ。あ、待って、キノコ欲しい。キノコくれるんだってか、優しい。お、え、待って急。よし、え、待って、あ、え、嘘雲でドアに入んなきゃいけないの？雲でドア入れるんかな。てかアンダーテールの曲流れてなくね、別に。よし、入ろう。よし、来た。待って、雲邪魔。よし、危ねえ。あ、来た。この音楽よ、これよ、これぞアンダーテールよ。よし、でジャンプ。オッケー。あ、待って、これはまずい。でも一回当たっていいっていうのが優しい。早い。あー、いけたー、よかったー。ファイトって書いてるけど、よし、中間ポイント。これキノコが優しいわ。これあったらだいたいいける気がする。オッケー。で、あ、ここ当たるんだ。ドクロと針は重なってるから俺そのまんまいけると思ってたけど、ダメなんだ。で、キノコ、そしてこの青ブロックを華麗にねジャンプして、ここもちょびちゃんで避けなきゃいけない。で、しゃがむ。 OK。 そして、あ、待て、よし。で、ここもちょびちゃんね。ゴールかなこれ。また中間ポイントか。じゃあ次で最後っぽいよね。うおー、待って、急。そんな無理、そんな対応できないからあー待って、しかもここ難しくね。これチビでいけってこと。これきついなー。これきついよね。キノコ欲しいわ。よし、ジャンプしても無理かー。あー、勢いがいるわ。これ難しいな。え、待って、俺ここで3回ぐらい死んでんだけど。チビのまま行こう。よし、あー、全然ダメよ俺。今日するステージの中でここが一番難しいかもしんない。よし、オッケー、いったで、これはどっちだ、スペアヒル、キル、青の方に入ってみるか。じゃあダメだー最悪だー。こんなところにいきなり引っ掛け持ってこんでもよくね。またここ行かなきゃいけないの。し、キノコで来て。よし、オッケー。お、いいね。やっぱ無理か。まあいい。そして、今度はね、青の方じゃないで、左のオレンジ色の土管に入ってみよっか。そしたら、
え、どうすりゃいいんこれ。ん？え、どうすりゃいいのこれ。あ、あそこで、P を、あー待って、こっちに来てくれるの。あ、来た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 。で、このサンズをが、サンズじゃねえか。カロンか。カロンをぶっ倒してゴールっていうことね。これでサンズを倒したっていう感じのイメージになるんかな。まあ、サンズとカロンはまた違うけどさ。それじゃあ次、メガロバニアサンズファイト。もうすっごいシンプル。もうそのまんまだと思うけど。すっごいシンプル。これ最初赤い土管か。さて、どんなメガロバニアが来るんだろう。おお。あ、待って、これ難しくね？あ、こういうの苦手なんだよね。さっきと一緒やん。さっきと似たような感じじゃん。めっちゃ難しい。え、てか、俺クリア率見てなかった。何パーだったっけ？結構難しいんじゃない？このステージ。オッケー。で、ここ。走っていけるか？届かん！P ダッシュってこと？で、ここで P ダッシュして、あ、待って待って。やばい、早すぎた。マジか！よし、オッケー。P ダッシュじゃないでもいけたわ。で、ここでダッシュ。あらー難しいなー、このステージは。このステージはあんまり早く行きすぎてもダメなステージっぽい。だから結構後ろの方から次にどんなギミックってかそういうのが来るのか見定めながら行くステージだと思う、このコースは。 OK で OK よしで、ここでジャンプ。おし、あーよかった、中間ポイント欲しいな。あ、これでゴール？あ、よかったよかった。あれ、右のさ、ハテナ取りたいよね。うら！よし、来た！あ、待って待って、キノコキノコ。いや、3機アップさせることは分かってる。よし、キノコ。よし、オッケー。あ、左の取れんかったわ。はい、それじゃあね、メガロパニアのコースを4つかな？ 4 つぐらい遊んでみたけど、みんなどれが一番好きだったかな？俺はダントツでこの一番最初にしたメガロバニアザ・リアルバトルっていうコースがやっぱ一番好きだったから、めっちゃかっこよかったもんね。あのサンズの顔もよくできてるしね、めっちゃかっこいいコースだと感じました。それじゃあメガロバニアコース比べになるのかな、皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。それじゃあまた面白いコースあったらやっていきたいと思います。それじゃあね。